元 WBO 世界ヘビー級王者。俳優ジョン・ウェインとの関係については、おいやおいの息子であるなど諸説あるが、ジョン・ウェインの息子、パトリック・ウェインは、彼が、ジョン・ウェイン家と本当に、血縁関係にあるのかは知らないけど、彼がこれからも試合に勝ち続けるなら彼は確かに父の、甥いだよと言わなければならないだろうねと、冗談で答えている。ロッキー5。 最後のドラマにボクサー役として出演した。荒れた家庭に生まれ父親に虐待されながら育つ、幼少期に両親が離婚、学校を辞め建築現場などで働いた。13歳で ID カードを偽造してタフマンコンテストに出場、2倍近い年齢、体格の大人たちと殴り合った。タフマンコンテストでは50勝1敗の戦績を残した。その後、 アマチュアボクシングへ転向。オリンピック国内予選決勝で、レイマーサーに敗れプロへ転向した。アマチュアボクシングでは222勝20敗の戦績。1988年11月10日、プロデビュー戦。初回小勝ち。その後28連勝をマークし29戦目で、世界挑戦となる。1991年10月18日、アマチュア時代に一度敗れている。 WBO ヘビー級王者レイ・マーサーに5回、TKO で敗れる。1993年6月7日、ジョージ・フォアマンに 12R 判定で勝利し、WBO 世界ヘビー級タイトルを獲得。同年10月29日、2度目の防衛戦で、マイケル・ベントに、初回 TKO 負けを喫し、バンクルわセで、同王座を失った。1995年6月10日、 ドノバンラドックにロクシコで勝利し、IBC ヘビー級タイトルを獲得。1995年10月7日、レノックス・ルイスに6回 TKO で敗れる。1996年、最初の結婚をし、子供を設けているが、2月10日、アーサー・ウェザーズとの試合の数時間前に健康検査で、HIV の陽性反応を示したことが判明して、試合中止となる。これにより、 マイク・タイソン戦を含む3試合を3800万ドルで締結していた契約も取り消しとなる。後に HIV への苦悩をきっかけとする薬物依存や近しい人間から破滅的とまで言われる生活態度が元で離婚している。1996年11月3日、HIV に関する規定がなかった日本でマーカス・ロードと対戦。 一回 TKO 価値を収めた。2007年2月22日、アリゾナ州で血液検査を受け合格し、ウェストバージニア州でボクサーライセンスの交付を受け10年3ヶ月ぶりにボクシングに復帰を果たす。ウェストバージニア州チェスターで行われた4回戦でジョンキャッスルと対戦し、西湖で勝利を収めた。ウェストバージニア州の時と同じようにアリゾナ州で 血液検査を受け、テキサス州で、ボクサーライセンスの交付申請書類を提出するが、テキサス州、アスレチックコミッションは指定の施設で再度、血液検査を行う、要指示。しかしモリソンは指定された施設で、血液検査を受けることなく交付申請を取り下げた。後に、モリソンの元マネージャーが2007年に、アリゾナ州で行った、血液検査は、 不正なもので2007年1月に HIV が検出されていたと暴露している。2007年6月9日、アリゾナ州のアスレチックコミッション管轄外の地区で開催された WFC で総合格闘技デビュー。ほぼキックボクシングルールとなる変則ルールでジョン・ステュバーと対戦し TKO 勝ちした。2008年2月9日、 血液検査の必要がないメキシコでボクシングの試合を行い3回 TKO 価値を収めた。2011年2月、モントリオールで試合を行おうと試みるがアスレチックコミッションにコミッションの認定期間で検査を受けるよう要求されると試合をキャンセルした。2011年、体格を格好よく強く見せるために 胸筋の移植手術を受けていたが、移植部分が感染症にかかり適切手術を受ける。2013年8月23日、母親がモリソンはエイズの末期にあり、話すことができず1年間寝たきりです。でに肝臓が機能停止しており人工呼吸器の助けを借りて、過労じて生きながらえている状態であることを公表。他方、2年前に、 モリソンが再婚した妻は一貫してモリソンがエイズであることを否定しており、ギランバレー症候群であるとしていた。2018年4月に ESPN で制作、放送されたモリソンのドキュメンタリーにおいて、モリソンが晩年エイズ陰謀論に傾倒し、一切の治療をやめ、その過程で考えを同じくする夫人と出会ったと報道された。2013年9月1日、 ネブラスカ州オマハの病院で死亡。44歳。試合が決定するまでは、節制を一切せず、独身時代から、最初の結婚、HIV 感染発覚に至るまでは、数など数えられないと自称するほど派手な女性関係で、知られたが、最初の妻との間に残した二人の息子である、テリー・モリソンとその弟ジェームズ・マッケン・ー・モリソンは、父をリスペクトしており、 いずれもプロボクサーになっている。1996年10月、武器輸送で逮捕6ヶ月の執行猶予判決が下される。1997年3月20日、飲酒運転で逮捕有罪判決を受ける。1999年9月、別の飲酒運転で2年の執行猶予判決が下される。1999年9月16日、 警官が蛇行運転をしてたモリソンの車を停止させ、車内を取り調べたところ薬物と銃器が見つかり逮捕される。1999年11月、飲酒運転と武器の携帯で逮捕される。2000年1月14日、懲役2年の有罪判決が下され、14ヶ月間、服役する。2002年、 仮釈放中に犯罪を犯し再び一年間刑務所で過ごす。2010年3月、マリファナ所持で逮捕される。2011年9月、現役中に1000万ドル以上稼いでいたと言われて、いたがこの時までにほぼ無一文となっており、裁判用の財政先生供述書に家も車も所有していないと記入している。ありがとうございます。